ねえ、もっとゆっくり歩いてよ。いや、うわちゃんビビりすぎだって。早く進まないと次のお客さんも来ちゃうから。え、なんかいる。うわ、びっくりした。なに、なんかいる。うらめしや。怖い。怖い。なにこのお化け、めっちゃリアルじゃん。貸せないよ。ヒロ君、助けて。どっか行け。楽しそう、二人で。怖い。その女は誰だい。え、私のこと。はい、こう行こう。え、もういいよ、通して。早く早く行こう。わかる、私が誰だか。何、なんかすごい話しかけてくるこのお化け。わかる。ねえ、わかるよね。え、わかる。え、何。え、え、え、舞ちゃんだ。俺のガチ彼女の舞ちゃんだ。フラメシア。なんで、なんで舞ちゃんここにいんの。私ここでバイトしてるから。え、そうだったの。バイト、バイトしてたって。え、ここでバイトしてる時に死んだ幽霊ってこと。違う、ガチ人間のガチ彼女。ねえ、その女誰だい。怖いよ。怖いね。うん、あ、ほら次に進まないといけないから行こうか。行かせないよ。怖いよ。ヒロ君手つないで。怖いからお願い。え、いや今は無理、さすがに。無理無理無理、繋げない繋げない。今は絶対繋いじゃダメだ。私は黒髪セミロングの女性に彼氏を奪われたショックで死んだ幽霊。黒髪セミロングって私と一緒じゃん。設定に市場が入っちゃってる。逃がさないよ。もう早く逃げよう。お化け屋敷から出よう。お化け屋敷から出たら安心だと思わないようにね。私あなたの家知ってるからね。怖い、脅し方怖い。事故物件にしちゃうよ。何する気なの。やめて、ヒロ君なんとかしてよ。さっき一生俺がついてるベイビーって言ってたじゃん。やめて、あまり喋んないで。ほら、余計お幽霊怒っちゃってるから。もう普通に舌打ちしてるし。てかヒロム君、彼女いるとこに私連れてきたってこと。最低。いやいやいや、てめえほんと最低だな。ごめんごめんごめん。何回目よ。ごめんごめんごめん、マジ二人怒んないで。1回2回3回。やめてやめてやめて、数えんのやめて、怖いから。ほら後ろの子供も泣いちゃってるから。マジで呪ってやるからな。このお化け屋敷怖すぎる。いい加減どっちか選びなさいよ。鬼もいるよ。お化けより人間の方が恐ろしいって分からせてやろうか。やめて、怖いから。ママ、お化けより人間のが怖いの。ほら子供が怖がってるから。お前家帰ったら覚えてろよ。ただいま。おかえり。今日は本当ごめんね。うん、バイトは大丈夫？クビになったりしてなかった？いや、めっちゃ怖いって評判になって大繁盛してるらしい。いい方向に転んだんだ。さ、お化け屋敷の続きしようか。あー、まあまあ。